初に聞いた時は驚いたけれど、今日は私の誕生日をお祝いしてくれてありがとう。素敵なケーキまで用意してくれて。何を水臭いことをおっしゃるんですの、美冬さん。私たちは天下御免のメルクリウス財団ですのよ。生まれし日、時は違えど、いっぱいお金を稼いで世の中を良くしようという志は同じにゃ。だから仲間のお祝いはケーキと麦しわでパーッと楽しく盛り上げなきゃね。乾杯前に出来上がってる人が。でもこれくらい賑やかな方が私たちらしいかもしれないわね。君もそう思うでしょ。のかしら。ムラなし、はみ出しもなし。バレながら指示書通りの素晴らしい塗装ができたと思うわ。まあ美冬さんったら、私たちが手がけているのはアートなんですから、もっと自由に己の感性に従って描くべきですわ。そうそう、私もね、内なる芸術性を発揮するために麦しわの力を借りてみたのよ。とりあえずこの二人が担当したところは指示書通りになってるか再点検した方がいいにゃ。君の自作なのよね。時間も手間もかかったでしょうに、全部私のために。ありがとう、すごく嬉しいわ。それにしてもこんな大掛かりなサプライズを私に一切気づかれず、しかも完璧にやってのけるだなんて、さすが私の自慢の弟子ね。師匠としても鼻が高いわ。家族みんなに紹介して回りたいぐらいよ。今のはそういうのじゃないからね。両親に会ってとか深い意味はないから。とにかく今日ばかりは効率度外視よ。君と過ごす特別な時間、最大限に楽しませてもらうから。待たせちゃったかしら。あ、ちょっと早く来てたのね。だったらよかったわ。それで私に何か用かしら。うっ、 ありがとう。まさか誕生日を祝ってもらえるとは思わなかったわ。いくつになっても嬉しいものね。プレゼントとして何かご馳走するって。その必要はないわ。なぜならば食べたいものは今からバーゲンセールで勝ち取るからよ。ほら早速お店に行きましょう。誕生日は効率よく楽しく過ごしたいからね。もちろん今日は最後まで付き合ってもらうわよ。